人兄弟ね。あ、そうです。一番下はいくつ違うの？はい、7つ違いますね。ほんなら息子は、いや息子ちゃうわ。仮面ライダー役するような人に言わないよね。あ、そうです。情報解禁っていうのが厳しくて。そうやろ。はい。だから理由を言えずに上京したので、弟たち的には急にいなくなったみたいな感じだったみたいですね。急におらんような兄貴が 10歳ぐらいの子がね、兄貴が急におらんようになって何も誰も言うてくれへんからえらい泣いてたらしいな。あ、そうです。本当に最近いろいろようやく話してくれたんですけど、聞いたらまあ家でも泣いてて、もっと聞いたら学校でも泣いてたみたいで、本当にかわいい子なんですよね。